はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎赤い蝶、今回で4回目です。一章の途中からです。続々といらっしゃいますね。陽子くんは感嘆した様子で辺りを見回していた。会場の午後6時半を過ぎると、パーティー会場はあっという間に人で埋め尽くされた。パーティーはじきに始まる。これからが警備の本番だ。どうする？一応胸に花つけてんな。話す。誰と話す？陽子、お前誰やねんって感じだけど。陽子くんは時計を見てから俺に言った。では先生、私は廊下に行っていますね。何か異常があったら携帯にご連絡します。ああ、ただし。はい、不審物の近くでは使わないようにですね。念のためだがよろしく頼む。三好の話では携帯の電波が爆弾に作用する可能性もあるということだからな。陽子くんは警備の持ち場であるエレベーター側の廊下に姿を消した。さて、俺はまずこの会場を見て回ろう。どうする？見る。何を見る？会場内。会場は広く人も多い。見るポイントは絞った方がいいだろう。特に不審物を隠せそうな場所は重点的に見た方がいいな。この会場で不審物を隠せそうな場所は。どこを見る？急に始まったよ。まずじゃあこのテーブルを見ます。テーブルはクロスに覆われている。どこを見る？じゃあ次は天井を見ます。天井には大きなシャンデリアがいくつも飾られている。どこを見る？今度じゃあこの右側の看板みたいなのを調べます。佐伯正臣をと語る会という垂れ幕が壁に飾られている。会場を一通り見たが、この会場で不審物を隠せそうな場所はどこだろう。会場で不審物を隠せそうな場所はテーブル。テーブルはクロスに覆われている。下になら物を隠すことができそうだな。俺は会場内のテーブルを周囲から不審がられないように調べた。特に何もないな。すべてのテーブルを見て回ったが、テーブルの下からは何も見つからなかった。そして見て回った限り、会場に不審人物などは見当たらなかった。ここはこんなところか。フロアの巡回に行くとしよう。どうする？神宮寺は何？テーブルクロスの中みんな入ってったのかね、これ。移動します。どこに行く？今回こんな感じか、移動は。じゃあ廊下に行きます。廊下には陽子くんがいた。陽子くんはエレベーターから来る客の誘導などをしながら、あたりの見張りを行っていた。どうする？話す。誰と話す？陽子。陽子くん。先生、お疲れ様です。いかがですか？そちらの方は。こっちは特に異常なしだ。陽子くんの方は？はい、今のところ何もありません。ここも異常なし、か。どうする？話す。誰と話す？陽子。今のところ特に何もありません。じゃあ移動します。移動。どこに行く？トイレ。じゃあ陽子くん、引き続き頼むよ。はい。陽子くんに見送られて俺はその場を離れた。
俺は男性用トイレの中に入った。一見したところ怪しいものはないが。どうする？見る。何を見る？個室。俺は個室を見て回った。しかし特に不審なものは見当たらなかった。どうする？移動します。どこに行く？廊下。俺は再びエレベーター側の廊下にやってきた。どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。今度はクロークに行きます。クロークにはこの間会ったホテルマンがいた。どうする？話す。誰と話す？ホテルマン。こちらの方はいかがですか？ええ、ようやく混雑が収まってきたところでございます。かなりの客がここに荷物を預けているようだが、何か問題などはありませんでしたか？いえ、特にはございませんが。ここは異常なしか。どうする？移動します。どこに行く？受付。受付には客の他に香織や事務員の先の姿があった。どうする？話す。誰と話す？佐伯香織。神宮寺さん、いかがですか？こちらの方は。はい、今のところは特に何も。ここは異常なしか。誰と話す？上田咲。咲は客の応対をしながら俺ににこやかに挨拶してきた。こんばんは、ご苦労様です。忙しそうですね。ええ、おかげさまで。あ、リホちゃん。さっきは受付にやってきた客たちを振り返った。そこには中年の男と連れだった若い女性がいた。どうする？見る。何を見る？女性。20歳前後に見える。まだ学生といった感じの女の子だ。見覚えがあるが、どこで会ったんだったか。どこで会った？私はもう忘れてるよ。後援会事務所。そうだ、後援会事務所で会った緑地会という NPO のボランティアの子だ。ドレスなんて着ているせいか少し印象が違って見えるが。あ、この間の。俺のことを覚えていたらしく、リホは笑顔で頭を下げてきた。今日はここには？父が佐伯先生の講演会に入っているので一緒についてきたんです。リホはそう言うと背後の男を指し示した。お父さんしびいね。俺が見ると男は俺に軽く会釈した。40歳くらいだろうか。身なりは良いがどこか影を感じさせる男だった。じゃあお仕事頑張ってくださいね。リホは俺たちに手を振ると父親と連れ立って会場に入っていった。どうする？話す。誰と話す？上田咲。咲は俺に向き直っていった。今の方ご存知ですか？吉住さんですよ。吉住？ほら、実業家の吉住誠二さんってご存知ありません？吉住誠二。ああ、名前だけは聞いたことがあります。いくつもの会社を持つ名の知れた実業家だ。吉住さんは尾崎さんのご友人なんです。
その縁で父の初出馬の時から支援してくださっています。かなり長いお付き合いなんですね。ええ、私リホちゃんのことは小さな頃から知っています。吉住さん、昔からよくリホちゃんを連れてきていましたから。へえ、吉住さんって昔から親バカだったんですね。そういうこと言わないの。怒った顔かわいいな。お、褒めてるんですって。いいじゃないですか、そういうお父さん。今もリホちゃんのことを目に入れても痛くないってくらい可愛がっていて羨ましい限りですよ。サキが慌てて取り繕うとカオルは薬と笑った。そうね、確かに羨ましいくらいだわ、あんなに優しいなんて。ですよね、おまけに吉住さんってちょっと素敵だし。サキはうっとりとつぶやいた。大丈夫なのこの子は。気が多いな。まあね。どうする？じゃあ移動します。移動。どこに行く？今度はこっち側の廊下に行きます。それでは私は他を回ってきます。ええ、よろしくお願いします。カオルたちに見送られて俺は受付を離れた。あら、神宮寺さん。窓辺には正臣の妻の涼子がいた。どうする？話す。誰と話す？佐伯涼子。こんなところにいらしたんですか？ええ、私堅苦しい場所はどうも苦手で。本当はいろいろな方にご挨拶して回らなきゃいけないんですけど、そういうところはついカオルにお任せしてしまうの。涼子は苦笑してから俺に尋ねてきた。どう？警備の方は。今のところは特に何事もありません。そう、じゃあ安心して良さそうね。ええ、ただ終わるまでは気が抜けませんが。慎重ね。あの人もそうなのかしら。佐伯議員ですか？ええ、あの人家ではずっと浮かない調子なの。神宮寺さんが調べても危険なことは見つからなかったんだから、少しは安心して良さそうなものなのに。あの人がここまで心配性だったなんて結婚して初めて知ったわ。まあさすがに今日何事もなければあの人だって安心するでしょうけど。ずっと浮かない調子か。正臣は何をそこまで気にしているのだろうか。どうする？じゃあ移動します。どこに行く？非常階段。では私はこれで他のところを回ります。ええ、頑張ってね。俺は涼子に見送られてその場を離れた。俺は非常階段にやってきた。特に異常はなさそうだな。どうする？移動します。どこに行く？廊下。俺は再び非常階段側の廊下にやってきた。どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。会場に戻ります。会場には吉住と後援会会長の尾崎の姿があった。どうしたんだ尾崎は。どうする？見る。何を見る？尾崎たち二人で何事か話している。確か友人という話だったが。
あの件、本当に心当たりはないのか？ああ。周囲の話し声に紛れて尾崎たちの会話が聞こえてきた。佐伯先生は気にしている。どうも調べているようだ。調べて？ああ、妙なやつを使って。その時、尾崎が俺の姿にはっと目をとどめた。尾崎はわずかな沈黙の後に笑顔を作った。ああ、どうも。あなたは、神宮寺さんでしたっけ？ええ。これだけ人数が多いと警備の方も大変でしょう。そうですね。歩くのにも苦労しています。はは、まあ今日は最後までよろしく頼みますよ。尾崎は俺の肩を軽く叩くとその場を立ち去った。妙なやつというのはどうやら俺のことらしいな。どうする？話す。誰と話す？吉住誠二。どうも。声をかけると吉住は俺に無言で会釈した。尾崎さんとは何を話されていたんですか？思い切って尋ねると吉住は俺の顔をちらりと見た。どうしてそんなことを？私の話が出ていたように思ったので。さあ、気のせいでしょう。吉住は首を振るとその場を立ち去った。一体何なのか。ん？その時、正臣が壇上に上がっていくのが目に入った。いよいよパーティーが始まるらしい。どうする？見る。何を見る？佐伯正臣。正臣は慣れた様子でマイクに向かっていた。本日はご多忙の中、佐伯正臣と語る会にご出席いただき、誠にありがとうございます。私は今年で衆議院議員3年目、議員となって15年目となります。皆様のご支援のおかげで、今まで多くの政策を進め、実現させることができました。本日は皆様に感謝の気持ちを込めて、会場の皆は正臣の話に聞き入っていた。特に怪しげな動きを見せる者はいない。あたりの雰囲気は至って和やかだ。このまま何事もなく、パーティーが終わるのではないか。そんな予感さえ俺は抱き始めた。それでは皆様、しばしご歓談をお楽しみください。長い挨拶を終え、正臣は壇上から降りようとした。その時だった。会場に突如として轟音が鳴り響いた。突然のことに辺りが騒然とする。爆発したような音はエレベーターの方から聞こえてきた。まさか。爆弾か？会場内で吹き上がった炎に、今度は絶叫の声が上がった。事件の幕開けを告げるように。そして、蝶は羽ばたいた。その風が、やがて、嵐を巻き起こすと信じて。
はい、ありがとうございました。一章はここまでですね。なんかスーッと終わったけど、まあ、爆発が起きてしまいましたね。でも、テーブルの下はさっき神宮寺が調べてたけど、なんで火ついちゃったんだろうね。じゃあ次回は2章から、撮っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。